スイスの高級時計メーカーブライトリングの東北唯一の店舗が青葉区の常禅寺通りから一番町のアーケード街に移転して明日オープンすることになり、セレモニーが開かれました。一番町のアーケード街に移転したのはブライトリングブティック仙台です。セレモニーにはエアレースなどで活躍するパイロットの室谷義秀さんも出席し、気軽に手に取って時計の良さをアピールしてほしい、知ってほしいとアピールしました。新たな店舗は売り場面積がこれまでの 1.2 倍の78平方メートルに広がり、新作や限定品など150本ほどの時計が展示されています。店舗の担当者は、人通りの多いアーケード街へ進出することで多くの人が訪れることを期待しています。県外からいらっしゃる方もやはり必ずアーケードには立ち寄られると思うので、そこの部分はすごく大きな期待となっております。男女問わず皆さんに足を運んでいただけたらなと思っております。ブライトリングブティック仙台は明日オープンします。